こんばんは。今日はバレンタインデーのお菓子作りをします。チョコパイと、このチョコペン。だいたいね、このチョコとピンクと白はね、100均とかでも売ってるんですけど、私ちょっと大きなスーパーのバレンタインコーナーにこういう紫とか黄色とかも売ってたんで買ってきました。まずね、クッキングシートに蝶々の絵を描きます。もうざっくり描いて、で、こう模様もね、こうもくもく、こっち側が茶色になって、で、こうこうですね、でこんな感じで描けて、でこっちの裏にメイクに分かった方がいいですね。でお湯沸かしたんで、まあちょっとつけといたら、1分ぐらいつけといたらすぐ溶けると思うんで、あ、難しい、中が難しいな、これつまようじとかで書いた方がいいかな、中の線は。難しい方は。1,2,3,4,5 5匹で、最後もちょっと足りないぐらい、5匹ですね。1本で5匹、蝶々は5匹ですね。この黄色い蝶々も、ま、表はね、これ適当でいいです。でお花は普通にこうやって、はい、できました。これをしばらくキッチンとかに置いときます。冷蔵庫ある方は冷蔵庫に入れといてください。あ、チョコパイにね、蝶々をつけるためのチョコペンイッター、もう一個余分に、こっからまたこれお湯に温めて、またこれちょっと使います。まだ残ってるんで絞れば。なので皆さんはもう一本余分に買っといた方がいいかも、チョコのペンを。キッチン置いてたらもう固まりましたよ。でね、こうやってポリッと、そうとね、裏返したらこんな感じになるんですけど、もうすでに可愛い。これね、こうやってチョコパイをお皿に置いて、この上にくっつけるんですけど、これチョコパイじゃなくてカップケーキでも可愛いかも。隠れるんで黄色とかでいいんですけど、これね、こうやってつけます。できました。めっちゃ可愛いチョコパイができた。ちょっとあっちでちゃんと写真と撮ります。はい、こんな感じでできました。
めっちゃ可愛いですよこれ。めっちゃ簡単やしね、チョコパイとチョコペンだけでできるんで、皆さんも作ってみてください。あ、これラッピングちょっとしようかな。明日ね、めいっ子たち会いに行くんで、キャンドゥで買ったんですけど、これ100均のね、こういう透明になった方が、透明になってる蓋の方が可愛いと思うんで、でもね、普通に入れるだけなんですけど、こうやってで、こうやって入れて、ね、透明でも柄付きでも中が見えるように透明にしました。で、こうやって適当なリボンでね、ちょっと太めの売ってたんで、こんな感じでできました。めっちゃ可愛い。ちょうちょ置いてみました。めっちゃ可愛いですね、ラッピング。これ目1個と1個、まあ1個なんで少ないですけど、1人1個なんで1個私食べます。まあ普通にチョコパイ美味しいから普通に美味しいと思うんですけど、これとコーヒーを後で飲もう。もう2つ包みます。はい、めっちゃ可愛い春です。めっちゃあのね、これあのこのリボン足りなかったから家にあったピンクのやったんですけど、ピンクの方が可愛いですよね。やっぱめいっ子このピンクにして、おいっ子にこれかな。ほんまはこの分厚いリボンのピンクとかが欲しかったんですけど、売ってなかったんですよ。この分厚いのも可愛いですよね、ボリュームがあってめっちゃ可愛い。これを明日めいっ子といっ子にあげます、バレンタインで。私は今からこれ1個食べます、コーヒーと一緒に、カフェオレと一緒に。かわいい。これ簡単なんで、めちゃくちゃ簡単なんで、ね、あの焼いたりクッキーみたいに焼いたりとか、あね、ケーキみたいに焼いたり混ぜたり焼いたり しなくていいんで、やってみてください。あの友達にあげるとかで作ってみてください。私もう男性にあげないんですけどね、今年あげる人おらんし、自分で食べるか姪っ子たちにあげるか友達にあげるかですね。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。かわいい、ほんまにかわいい。もったいない、私だと食べるもったいないとかなるんですけど、おめいっ子たちはもう関係なしにバーって開けてもうバックですよ。え、もったいない、食べられへんとかないですねいつももうバーって、もうめっちゃ可愛くしたのをバーって食べられる。あ、一瞬めいっ子は言ってくれますけどね、一瞬え、かわいいとか言って、めいちゃんとかでもすぐ食べられますけど、なんか大人友達にあげる時は、え、なんか食べられへんとか言ってみんな言ってくれるんですけど、そんな感じで終わります。うん、かわいい、春でかわいい、かわいいな。サムネイルの写真これにしたいけど、でも見えにくいですよね。もう撮ったんですよね、サムネイルの写真。でもこっちにしようかな、なんか華やかリボンがいっぱいで蝶々見えにくいけど、写真これにしました。めっちゃ可愛い。初めこっちにしようと思ったんですけど、こっちにしました。悩むな、こっちかこっちまあどっちでもいい、でもリボンが華やかですよね、中の蝶々もちゃんと見えるし。